今日はね、ガスを入れたらどれぐらいガスをロックするかっていう動画ですね。はい、これ何かっていうと、先日だっけな、まあ、たまにいただくのが、最近ね、ガスのマガジンの重さを測ってどれぐらいガスが入っているかってやることがあるんですけど、重い銃で、まあ、しかもガス内蔵型とかだと、まあ、ちょっとやめときますみたいな話があって、じゃあガス缶の重さを測ったらいいんじゃないかっていう話をいただくんですよね。で、ただ思うのが、まあ、皆さんも思ってますよね。これ吹き戻しがあるからガスそこでロスするんですよ。それどれぐらいかっていうのを紹介したいと思います。で、海外のやつだと吹き戻しが全然ないやつ、あれだとね、ほとんどないと思うんですけど、まずはね、東京マリさんのグロック19用のマガジンに入れてみて、そのガス入れた量と実際ね、減った量と増えた量、どれぐらい違いがあるかやってみますね。はい、入れてきます。あ、入れますね、まあ、ここで入れないんだ。ガスはもう入ってないです。重さも測っておきました。せーので、これでもね、気化ガスは出てるけど、それはあまり関係なさそうですよね。うん、で、ここからちょっとね、多少吹き戻しがあるので、これでね、どれぐらい違うか気になりますよね。じゃあ測っていきます。結果はなんとね、 13.7 と 10.5 っていうことで、すごい 2.2g 違うんですね。1割以上、2割ぐらいは違うのかな。というわけで、やっぱりね、ガスのロスあったんですね。僕はね、思ったよりも多いなという感じでしたね。まあ、変わっても1グラムぐらいかなと思ったんですけど、大きく違うので、まあ、というわけで、いいですよね。ガスの減った量の方が多いんでいいんですよね。逆かと思った。おかしいですよね、それだとね。はい、だから、この 2.2g は違うわ、 3.2g か。ねえ、単純な計算引き算もできなくなってましたね。 3.2g も減ってるわけですね。かなり違うもんですね。まあ今ね、まあ、屋外でまあね、はかりでやってるんで、まあ、多少誤差あるにせよ、まあ明らかに違うんでね、まあやっぱり特に吹き戻しがあるやつですね、まあ、機会があったら吹き戻しがないやつもね、まあ、サブチャンネル、こういう緩い動画でやろうと思っているので、もうやろうと思います。というわけで、やっぱりね、ガスの重さを測るときには、まあ、マガジンのガスタンクの方を測ろうかなと思います。まあ、皆さんね、いろいろご意見ありがとうございます。まあ、参考にさせていただきますし、まあ、今回の、ね、ネタみたいなことにつながったりもするので、いろいろご意見いただけるのはありがたいと思っています。というわけで、まあ、ガスのロスは思ったよりもありましたね。というわけで、あんまり吹き戻しして、私とわざと吹き戻しがちゃんとあるかっていうことで、まあ、念入りをしてるんですけど、そんなに押し込まない方がいいかもしれないですね。はい、というわけで、まあ、ガスガン使う時のね、なんか参考になったら嬉しく思います。あくまでもね、まあ、軽いテストで1回きりなんで、まあ、参考一つにしていただければ嬉しく思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。